お疲れ様です。お疲れ様です。いきなりだけどさ、戦前の日本の陸海軍って、大東亜戦争の終結で組織ごと消滅したんだけど、そうだね。組織が消滅したということは陸海軍の軍人たちは自動的に失職したわけで、失職に加えて階級とか栄転とかも消えるのはしんどかったろうね。でも家族を養うためには働かなきゃいけないから、戦後いろんな職業に元軍人が就職したんだが、その中でも、商社マンとして活躍した有名な元大本営参謀って知ってる？山崎豊子の小説なら知ってる。その小説のモデルにもなった人物、元大本営参謀にして戦後は商社マンとして八面六臂の活躍を展開し、ひいては行政改革にも辣腕を振るった元陸軍軍人こそ、昭和の参謀瀬島雄三だ。東条英機や石原莞爾、永田鉄山など昭和陸軍の有名どころの軍人らと比較すると、ぐっと若い世代なので知名度はどちらかというと戦後の実績によるものが有名かもしれないが、今回は、この瀬島雄三の陸軍軍人としてのキャリア、特に大東亜戦争開戦時の大本営陸軍部参謀として、日本の国運を決定づけた作戦立案に従事した作戦参謀としての実績や経過に焦点を当て、大東亜戦争の開戦編として解説を行いたい。あれでしょ、ルーズベルト大統領からの昭和天皇宛ての進電が昭和天皇に到達するのを開戦直前に送らせたんでしょ。瀬島雄三に関するそういった消極的なエピソードが果たして真実なのか否か、そういった観点についても、対立説を踏まえながら解説をしたい。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。瀬島雄三、これ以降は同人の最終階級を考慮し瀬島中佐と呼称するが、瀬島中佐は明治44年、農家の三男として富山県に生まれた。226事件の文献を読むと貧しい農家出身の兵士らを通じて農村の貧困に同情し政党の墜落を是正すべくみたいな話が出てくるけど、瀬島雄三もそういった農家のご出身だったの。瀬島中佐の回想によれば、いわゆる中農規模の農家で、お手伝いさんもいるような経済的には比較的豊かな農家の出身だったようだ。かつ、瀬島中佐の夫君は陸軍軍人の職歴も持っており、夫君は元は兵卒だったが日露戦争では陸軍少尉に昇進して活躍した人物だった。夫君を見て陸軍軍人を志したのかな？それも理由として存在したが、直接の動機は、北陸で挙行された、当時は摂政である昭和天皇が投函された陸軍大演習を見学したことがきっかけで、陸軍軍人の志望を抱くようになったそうだ。その結果、瀬島雄三は陸軍幼年学校を受験して合格し、陸軍士官のコースを歩むことになる。幼年学校ではどんな生徒だったの？これがね、後年に東京裁判で証言台に立つ瀬島中佐を見ると、それなりに身長があるように見えるんだが、幼年学校時代はとても小柄で、頭が非常に大きかったので飛行船というあだ名が付けられたそうだ。しかし、瀬島中佐は身長の高い同級生に対しても臆するところがない気性の強靭さも見せていた。瀬島中佐は順調に学業を重ねて幼年学校を卒業し、陸軍士官学校に入学した。陸軍幼年学校と陸軍士官学校って直結しているの？これはややこしいんだが、厳密に言うと瀬島中佐の時代は、陸軍幼年学校を卒業すると、陸軍士官学校予科に入学し、この予科を2年で修了すると、士官候補生として各師団の連隊に派遣されて現場勤務を6ヶ月行い、そして再び士官学校本科に戻ってくるというシステムだった。なお、陸軍士官学校には幼年学校の生徒だけでなく、受験により一般中学からの生徒も入学してくる。時には殴り合いの喧嘩もしたという幼年学校派と一般中学派だね。ちなみにだが、日露戦争によって陸士が大量に入学者を募集した時期には一般中学出身者だけで構成される気があったり、日中戦争によって陸士の定員が激増した時期には殴り合いの喧嘩なんてやってる暇はなかったという回想もあるから、戦艦機に揉め事や対立があったにせよ、常に揉めていたわけでもないようだね。瀬島さんは現地研修はどこの部隊に派遣されたの？瀬島中佐は、現在の皇居、当時の宮城を守るエリート部隊、近衛歩兵連隊を希望したそうなんだが、この希望は叶わず、地元である富山の歩兵連隊に派遣された。
なんで希望が叶わなかったの？この絵師団に派遣される士官候補生の選抜には、出自による制限があったためだ。出自による制限って何？天皇陛下の帰居する宮城を守るこの絵師団という特性が影響したのか。この絵師団の士官候補生は、家族や士族、高級将校の子息が優先的に選抜されて選任されていたそうだ。陸士での瀬島さんの成績はどうだったの？次席にして、歩兵科では主席での卒業だった。当該卒業成績を引っ下げ、瀬島中佐は再び富山の歩兵連隊に配属され、陸軍士官としての実務に従事する。ずっと富山に勤務してたの。瀬島中佐は司令部を金沢に置く第9師団の第35連隊に所属していたが、この連隊が満州に渡ることとなったので、当該連隊の機関銃中隊長だった瀬島中佐も必然的に大陸に赴任することになり、南満州の療養で軍務に従事した。満州で何をしてたの？主に治安維持にかかる業務だ。特に、瀬島中佐は現場の指揮官として満州の貴族討伐に走り回った。ずっと満州勤務だったの。ほどなくして瀬島中佐は、上司の命令で、ある関門に挑戦するため、勤務が比較的楽な陸士予科の区隊長に移動し、関門突破のための勉強に勤しんだ。関門って何？陸軍大学校の受験だ。陸軍大学校は帝国陸軍において参謀養成を主な目的とした参謀本部管轄の教育機関であり、帝国陸軍で出世するには必須と言っても過言ではない登竜門でもあった。陸軍大学校に関しては以前当チャンネルで解説動画をアップしておりますので URL を概要欄に貼り付けておきます。改めて解説しないの？陸大や、陸大閥である軍刀組の話はね、ちょろっと解説できるような代物ではない。ちなみにだが、瀬島中佐はこの陸大時代に培った闘技を通じての事案解決の方法を、戦後に商社でも応用し、商社の業務本部長として経営方針や経営戦略の確立のために役立てたそうだ。傭兵とビジネスには通じる部分があるんだね。瀬島さんは陸軍大学校を何位で卒業したの？堂々の主席だった。卒業式では午前講演を行い、恩師の軍刀を貸しされ、帝国陸軍における特級レベルの出世コースに乗った形だ。しかし、瀬島中佐は戦後、陸大教育の反省点も明らかにしている。陸軍大学校教育の反省点とは、教育内容が戦術に偏りすぎていた点だ。戦術の他にも、政治、社会、経済など、軍事分野以外の教養科目も将校に教育すべきだったという反省を述べている。この反省点は他の陸軍将校も述べているところで、軍事分野だけでなく広い分野の学習をすることで、広い視野で国防や国策を検討できる人材を養成できていれば、日本はより良い選択肢を取れたのではないか、という解語があるのかもしれないね。陸大を優等の成績で、恩師の軍刀を貸しされた軍刀組たる瀬島中佐は、参謀として満州東北部に駐屯していた第4師団に配属される。優等の陸大卒業組だけど現場に派遣されたの。これには2つのルートがあったらしく、瀬島中佐のようにまずは現場での経験を積ませてからほどなく陸軍中央の要職に就かせるルートと、その逆のルートもあったそうだ。瀬島中佐はまずは満州で経験を積み、その後に参謀本部に移動させるルートが人事当局で想定されていた。満州の現場では何をやらされてたの？師団参謀長の下で勤務する3人の師団参謀のうち、最も若い参謀は、他の参謀が担当する作戦や情報業務を除く、広報業務と駐屯地業務を担い、瀬島中佐はこの裏方的な参謀業務に勤しんだ。そして、瀬島中佐は第5軍参謀を経て、とうとう瀬島中佐の軍人として絶頂期とも言える部署に移動することになる。絶頂期の部署とは、瀬島中佐の軍人としての代名詞とも言うべき、大本営だ。正式には大本営陸軍部の参謀と、陸軍の参謀本部の部員を兼務し、帝国陸軍のすべての作戦を司る中枢の中の中枢で作戦参謀として腕を振るうこととなる。大本営と参謀本部ってどう違うの？ものすごくざっくり言うと、戦時における陸海軍の統合式を形骸化しつつも目的としたのが大本営であり、
陸軍の軍令作戦当局が参謀本部だ。詳しくは大本営の解説動画を当チャンネルで以前にアップしておりますので、そちらをご参照いただければ幸甚です。内務省の解説動画と同じく長くなってきたから割愛を挟んできてるね。この大本営に関しても、明治の建軍以来、陸海軍の権力闘争と理想と妥協と形骸化と再脚光が入り乱れた複雑な存在なので、割愛と告知を許してくれ。瀬島中佐は大本営参謀兼参謀本部部員として、まずは傭兵の実務を学びながら作戦課の総務担当となり、大本営参謀としての業務をスタートさせた。当時の作戦課は陸軍の中枢として指揮旺盛だったの。瀬島中佐が赴任した時はめっちゃ暗い雰囲気だったらしい。なんで、まだ大東亜戦争は始まってないから、日本が満州事変を遂行して軍部の鼻息が荒い時期でしょ。瀬島中佐が参謀本部に移動してきたのは、ノモンハン事件の直後だったんだ。ノモンハン事件は、日ソ間で勃発した満州国境をめぐる武力紛争であり、現地の関東軍は前半戦でこそ善戦したものの、後半戦では新たに着任した重古府将軍率いるソ連軍に低体損害を受け、戦死者や鋼鉄者が続出している時期だった。当然、ノモンハン事件の余波は参謀本部作戦課にも及び、作戦課長らが更迭され、新任の作戦課長が着任したという状況で、関東軍が低体損害を被ったという失態に作戦当局としても意気消沈せざるを得ない雰囲気だったと思われる。なお、このノモンハン事件で関東軍の作戦参謀として主導的役割を果たした辻正信、さらに辻正信を擁護し同じく主導的役割を果たした関東軍参謀の服部卓四郎も、一旦は左遷されるんだが、なぜかその後に栄転となり、二人とも参謀本部作戦課に着任して、大本営参謀として瀬島中佐と同僚となり、日本は大東亜戦争に突入したという事実がある。この動画では深く立ち入らないが、ノモンハン事件で失敗をした参謀をなぜ再び中枢に呼び戻したのか、帝国陸軍の人事の不思議な一面として語られるエピソードだ。瀬島さんは大本営参謀なり参謀本部作戦課員として何をやってたの？先ほど言及した作戦課の総務関係だけでなく、軍備計画や海軍との調整も担っていたが、特に明治憲法らしい業務にも頻繁に関与していたそうだ。明治憲法らしい業務って何？明治憲法において陸海軍は天皇陛下によって統帥される軍であり、その統帥権は陸軍参謀総長と海軍軍令部総長とによって補佐される構造だった。そのため、形式論だが、参謀総長が陸軍部隊に対し直接の指揮権を有しているわけではないので、参謀総長が軍令を遂行できるよう、天皇陛下が大枠の命令を出すと同時に、細かい事項については参謀総長に指示権を与えたという形式を整えることで、実質的に参謀総長が軍令を司ることができる状態を作り出していた。ややこしい。これは形式論上の措置ではあるんだが、結構重要で、明治憲法下における統帥権の条項を遵守しつつ参謀総長が陸軍の傭兵を行うのには必須の手続きだった。この手続きを履行するために必要だったのが、瀬島中佐が頻繁に関与した上層だ。天皇陛下に何か申し上げるの？当時、大本営陸軍部の命令を大陸命、同海軍部の命令を大海令と呼称したんだが、これら大陸命や大海令は、天皇陛下が、統帥権に基づき発令するところ、大陸命の案文を考えるのは、作戦課の仕事だった。なので、瀬島中佐をはじめ作戦参謀らが大陸命の案文だけでなく、ご説明資料や、天皇陛下からのご下問に対し参謀総長が明快に回答できるように整えた報道資料などを事前に準備し、作戦参謀は宮中に上層に行く参謀総長に同行し、上層が済んだらご下問と報道の内容を参謀総長から聴取して記録化するという役割を担っていた。比較していいのかわからんが、上層をめぐる瀬島中佐の業務は、国会質疑を前に野党議員からの質問取りと大臣の答弁内容の作成と大臣のレクチャーに奔走する官僚を思い起こすね。
さて、瀬島中佐が参謀本部や大本営の業務に徐々に慣れていくに従い、世界情勢は激動の渦に飲み込まれていき、日本もそれの例外ではいられず、というか多分に主体的に動いた影響もあって、日米通商航海条約の破棄など日米関係が徐々に険悪化していった時期だった。日本はこの頃から南進、すなわち東南アジア方面を攻略することによる資源確保の可能性も念頭に置き始めた。政府が自局処理要項を決定したことで、瀬島中佐が席を置く参謀本部も南方作戦の研究に着手した。その時期に研究開始で南方作戦の遂行の検討には十分だったの。アップ主の見解としては、参謀本部として南方作戦の研究に着手するのが遅すぎであり、これも大東亜戦争の敗因の一つになったと思う。もともと帝国陸軍は大陸での対祖戦を念頭に研究や準備を長年にわたり行ってきた関係で、その蓄積は相当程度にあったところ、南方作戦や当初作戦については本腰を入れて研究をしておらず、対米関係の悪化を受けて慌てて研究を開始した側面が否めない。その結果、準備不足のまま戦争に突入することになったから、南方作戦という課題に研究のリソースを長年にわたって割いてこなかった陸軍の姿勢が、敗因の一つになったのではないかと考える。そうは言いつつも、慌てて着手したとはいえ、作戦当局として無理とは言えないから、参謀本部作戦課は南方作戦の研究を推進し、瀬島中佐はこの一環で香港に民間人に偽装して派遣され、上陸地点の偵察などを行ったそうだ。何をしてる民間人に偽装したの？真っ白なスーツを着た日本の商社マンだった。この時点で瀬島中佐は商社に縁があったのかもしれないね。そんな中、南方作戦の現実味を増してしまう事態が、参謀本部の統率力のなさにより起きてしまう。どんな事件が起きたの？北部仏印進駐だ。炎症ルートの遮断を起とした帝国陸軍は、ナチスドイツに敗れた後に成立したフランスのイシー政権と交渉し、フランス領インドシナに対する進駐の交渉を進めていた。参謀本部としては、あくまで交渉妥結を前提とする平和進駐を訓令していたが、現地部隊の独断により武力進駐になってしまい、対米関係の悪化に拍車をかけることとなった。暴走は関東軍だけのお家芸じゃなかったんだね。次に参謀本部が緊張した局面が、独ソ海戦だった。なんで東部欧州の独ソ海戦で日本の参謀本部が緊張するの？日本もドイツに呼応してソ連領に攻め込むか否か、つまり北方作戦の可否が俎上に乗ったからだ。この結果、満州に展開する関東軍の戦力を大増強することになり、名目上は演習なので関東軍特殊演習と呼称して、一時期は満州に関東軍の陣場が溢れる様相となった。そこでまた関東軍が暴走して日ソ海戦になる可能性はなかったの。関東軍はとかく中央の指示に従わない下克上の雰囲気が強い軍だったが、この時の関東軍司令官は、石原莞爾すらも論破したエピソードを持つ知将、梅津義次郎だったので、司令官による関東軍の統制が徹底しており、満州事変の時のような下克上は起きにくい状況が整えられていた。結果的に参謀本部は北進を下令することなく、今度は南部仏印進駐によって対日資産凍結が発動されて対米関係はより悪化し、日本は再び資源の豊富な南方作戦に傾斜していく。瀬島中佐は、もし南方作戦が発動された場合に備え、日本列島だけでなく朝鮮や満州やインドシナに広く展開する帝国陸軍をどのように動かすか、膨大で複雑な作戦案の準備に忙殺された。結果として、昭和16年10月末に、帝国陸軍は対米英蘭戦争帝国陸軍作戦計画案をまとめ、海軍との共同作戦要領として陸海軍中央協定案もまとめられた。陸海軍の統合作戦計画案じゃなくて中央協定なのが当時の陸海軍の分断ぶりを垣間見る気がする。対米交渉が暗礁に乗り上げた結果、第三次近衛内閣は総辞職し、代わって、東条英機内閣が組閣された。昭和天皇によるおぼし召しもあって、東条英機は再度の対米交渉に臨むが、交渉は難航し、大本営陸軍部は南方作戦発動の本格的準備、すなわち南方方面に展開する予定の各軍司令官の人事発令、
戦闘序列の下令などを遂行した。そして有名な事実上の最後通帳、春ノートが日本に届き、午前会議で、対米英蘭海戦の件が決議された。瀬島中佐は参謀本部において、南方軍総司令官の寺内被災地大将に発信する海戦を指示する電報の文案を、緊張で手が震える中で起案し、上司の決裁を経て発信の手続きを取ったそうだ。ところで、瀬島中佐に対し戦後批判のあるところとして、この海戦前夜に、アメリカ大統領のルーズベルトが昭和天皇に宛てて進言を発していたところ、この進言が瀬島中佐の手によって昭和天皇の元に届くのが遅らされ、海戦回避の機会を逸したという批判がある。進言ってどんな内容だったの？インドシナからの日本軍撤退を要求しつつ、日米間の友情を回復させるべきであるとする等の内容だった。まず、この進言問題に関し、瀬島中佐は、その進言は参謀本部通信課参謀の戸村少佐が独自にアメリカの謀略工作と判断し、皇居に届ける時間を10時間以上遅らせる措置を取った結果であるとする。これは雑誌での戸村少佐の独白を引用し、瀬島中佐は関係がなかった旨を説明している。この瀬島中佐の説明は、戸村少佐の独白を根拠とするんだが、他方、防衛庁の戦史総書で戸村少佐が証言するところによれば、海戦直前にマレー上陸船団に接触した敵機を撃墜したとの報告が東京にあったので、すでに戦闘は開始されており、今更進言でどうなるものではない、という相談を瀬島中佐とした旨証言している。戸村少佐の証言が変遷してるね。また、中央電信局の電信官は、戸村参謀の指示で送らされたという証言を残しているので、電信局に送らせるよう措置を取ったのは戸村少佐である可能性が高いと思われるところ、これが瀬島中佐との相談に基づいて遂行されたのか否かが問題点だろう。この点、他の陸軍少佐の回想で、戸村参謀が瀬島と一緒に考えて進言を送らせたと言っていたという回想も残しているんだが、この問題については、戸村参謀が戦後に瀬島中佐の関与という秘密を真実に従い開示したのか、もしくは瀬島中佐は関与していないにもかかわらず、いわゆる巻き込みという形で自らの責任軽減を機として瀬島中佐の関与を証言したのか、という判断基準になってくると思う。アップ主には白黒つけることができないので、この問題につき、ご視聴者さんにご意見等ございましたら遠慮なくコメント欄にどうぞ。帝国海軍は真珠湾を奇襲、帝国陸軍もマレー半島に上陸し、大東亜戦争が火蓋を切られた。しかし、次第に苦境に陥る戦局の中で、瀬島中佐は作戦参謀として苦悩しながら大本営の業務に邁進することとなる。さて、瀬島雄三の大東亜戦争開戦編の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定であり、瀬島雄三の戦後の活躍についての解説動画を現在鋭意作成中です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。詳しくは画面下の概要欄にある、メンバーになる、というボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。